はい、こんにちは、レトスノーノです。6月20日の3問に入る前にご連絡いたします。短期集中実用カップ講座の現在の割引価格は本日で終了となります。明日になりますと値上げになりますのでご注意ください。実際7月から受講して法律式ゼロから3ヶ月で一発合格していただいた方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ今からであっても逆転合格できます。あと4ヶ月で逆転合格しましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入ります。売主 A が非補佐人であり、補佐人の同意を得ずに B との間で非補佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。問題文の状況はこんな感じですね。非補佐人がいて、まあ、補佐人がいますよと。で、補佐人の同意を得ずに B との間で土地の売買契約を結んだ。補佐人の同意を得ずに非補佐人売主 A が B と土地の売買契約を結んじゃったよっていう状況なんですね。で、非補佐人が単独で行えない行為、今回でいうこの土地の売買契約っていうのは補佐人の同意が必要なんですね。非補佐人単独では行えません。にもかかわらず非補佐人が単独で売買契約しちゃったよと言った場合、無効にはならないんですね。有効です。しかし後で取り消しができますよっていう風なルールになっています。まあ、これよくある引っ掛けなんで、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、非補佐人ってどんな方かっていうと、まあ、少しですね、認知症が入っている方だったりとか、精神障害がある方です。まあ、物事の判断がちゃんとできないっていうイメージですね。症状の重さによって、成年非後見人、非補佐人、非補助人とこう3段階あるんですけども、まあ、非補佐人は真ん中あたりですね。一番症状が重い方が成年非後見人で、一番症状軽い方が非補助人です。で、まあ、非補佐人は、まあ、真ん中あたりと、まあ、言ったイメージですね。で、一緒に覚えていただきたいのが、この、売買契約を取り消すことができる、契約を取り消すことができるのは誰かという話なんですよ。今回の場合で言うと、非補佐人及び補佐人なんですね。どちらも取り消しできます。なんで、この点も合わせて覚えておきましょう。で、これはもう基本的なレベルですね。さらに効率的に実力を上げるために、取り消しと無効の違い、これも再度確認しておきましょう。短期講座の受講者さんは、ポイントテキスト上巻の13ページの表をご確認ください。他の分野も一緒に勉強するからこそ頭が整理できてきます。なんでぜひですね、分野をまたいで関連事項を頭に入れていきましょう。では問いですね。宅建士の資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、取引証の交付を受けることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。取引証の交付申請するには、原則登録している知事が指定する講習、これ法定講習って言われるもんなんですけども、交付申請前の6ヶ月以内に行われる講習を受講しないといけないんですよ。ただし、試験に合格して1年以内に交付申請する場合とか、あとは登録移転によって交付申請する場合、この場合は法定講習受講する必要はないんですね。今回は宅建試験に合格して1年以内なので、法定講習を受講する必要はありません。なので、丸になるということです。ここ引っ掛けポイントがあるので、この点は絶対注意してください。で、短期講座では関連付けて理解するために引っ掛けポイントについての動画をご用意しております。短期講座の受講者さんについては、受講者専用のメルマガからその動画をぜひご確認ください。で、問い3です。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または改造その他、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。造成宅地防災区域について、擁壁などの設置、改造など、災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまり、まあ、指定する意味がなくなったってことですね。安全だと判断したのならば、知事は、造成宅地防災区域の指定を解除します。これは、
造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです。まあ、少し考えたら当然の話ですね。で、短期講座では、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域、これの違いについても解説しています。まあ、この二つについてはイメージできるとすごくわかりやすいんですね。まあ、どのような違いがあるかってことですね。なんでこういったところもしっかり頭に入れておきましょう。そして初めにもお伝えした通り、短期集中実力アップ講座の現在の割引価格は本日までとなります。明日になりますと値上げになります。なので今日の夜中の23時59分59秒までにお申し込みいただければ今の価格になります。効率的な勉強ができれば今からでも間に合いますので、今年絶対合格したいという方は一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL ございますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。